例年ならそろそろ忘年会のシーズンが始まるんですが、お二人ご予定もう入っていますか？いや、新型コロナでここ2年間ぐらいやっていないので、まあ、少はい。人数で今年はやりたいなとは思ってるんですけど。ええ、私はまだ誰からも誘ってもらってないので、今ちょっとこう待ちながら、やっぱりあの池尻さんも言ってましたけど、少人数ならっていう気持ちです。でも少し寂しいですね。そうですね。改めて言われるとますますそうですね。失礼しました。感染対策に伴う行動制限などがない状態で年末を迎えようとしている今、街の人は忘年会についてどう考えているのか聞いてきました。コロナ禍で3回目の忘新年会のシーズンになりました。街の皆さんの予定を聞きました。12月の中頃にということで決まってます。いつぶりになるんですか？去年、一昨年はやってないんで、確かに、はい、もう3年ぶりぐらいですね。まあ、今のところ何もなければ、ちょっとやる予定ではやってます。忘年会ってやっぱりやる必要性ってあると思いますか？やっぱりね、1年間仕事しっかりみんな頑張ったりしたからね、ちょっとねぎらいの気持ちも兼ねて、やっぱりね、ないよりはあった方がいいんじゃないかなと思ってね。友達とぐらいだったらいいけど、会社でしたいかって言われるとそうでもない。子供がいると 預けないといけなかったりとか、なかなか難しいの。組織としてはやらないです。やっぱりコミュニケーションの場としてやりたいみたいな思いとかはあります？どうですか？あることはありますね。仲のいい世代の近い人たちで、2人くらいで晩酌程度ならあるかもしれないです。町の50人にアンケートを取ったところ、忘新年会をやる予定という人が21人、やらない予定という人が20人という結果でした。今年は忘年会をする人が増えてきているようです。職場の皆さんとというよりも、個人的にプライベートでやりたいという方が結構いらっしゃいましたよそういうね。方も多かったです。こちらが街頭で調べた結果になります。やる人とやらない人がほぼ半々という結果でした。ただ仲間内などプライベートな忘年会は開くものの、職場や企業ではやらないという方もいました。東京商工リサーチが福岡県の企業243社を対象に実施したアンケートでは、緊急事態宣言やまん延防止措置などが出ていないとしても、忘年会、新年会を開かない企業が62.9%に上っています。あまり考えたくないですけど、万が一その忘年会の参加者の中から感染者が出ると、濃厚接触者も多くなって影響も大きいですからね。それでも過去2年間に比べると感染者今少なくなっているということで、飲食店は感染対策を講じて最近の物価高とも戦いながら忘年会の需要を取り込もうとしています。新型コロナの感染が比較的落ち着く中、福岡市の大名地区にある居酒屋は昨日、予約で満席になっていました。コロナ禍前よりかはちょっとお客様の数増えたような形で、これまで自粛されてた方が、ご来店いただいているような感じではあります。11月半ばから後半にかけてはもっと増えてくるのではないかなとは思ってますけども。食材や燃料費などの値上げが相次ぎ、飲食店も厳しいやりくりを強いられていますが、書き入れ時の年末年始には多くの客に来てもらいたいと期待感を示しています。正直、その業者様から値上げの話はよく来てるんですけども、そこはなんとか企業努力で値上げはしない方向で、今のところは据え置きでこのまま営業を続けていこうかなというふうには思っております。店内の数箇所にはこうしたアルコール消毒が置かれていたり、また大人数の部屋では換気として窓を開けて感染対策を徹底しています。感染対策を取りながら楽しむ宴会のスタイルもすっかり定着しましたが、気になるのはここ最近の新規感染者数の動きです。福岡県の1日ごとの陽性者数は先月25日以降、前の週の同じ曜日を上回ったことを示す赤い数字が並び、緩やかに増加傾向にあります。こうした中、店の利用客からは大人数で忘年会を開くのはまだ少し不安があるという声も聞かれました。
こういう楽しくですね、飲める環境は非常にいいなとは思ってるんですけども、感染とかそういうのがあってしまうと、やっぱ職場っていうかですね、業務に支障をきたすということもあるんで、まだなかなか大手を振ってやれる状況ではないかなっていうのを感じてます。第7波が終わったんだけど、大人数で昔のように、宴会をやるっていうのはなかなか難しいんだろうなっていうことが、まあみんななんとなく思ってることじゃないでしょうかね。まあ、あと2年ぐらい先なんじゃないですかね。はい、やっぱりこの新型コロナ第8波の心配がある中で、はい、せっかく忘年会の予定を立てても中止になるんじゃないかっていう気持ちはあるかもしれませんね。そういう可能性もある中で、山陰地方の島根県では忘年会を今のうちに開いてほしいと知事が異例の呼びかけをして、賛否両方での波紋が広がっています。忘年会をこの11月中に実施していただくなど、飲食店の利用を積極的に、まあ、早期にこのご利用いただきたい。島根県の丸山知事は先月下旬、飲食店を利用した忘年会を11月中に実施してほしいという異例の呼びかけをしました。県が発行しているプレミアム付き飲食券を利用して、客足の減少や物価高に苦しむ飲食店を支援するとともに、新型コロナの感染が落ち着いている今のうちに忘年会を分散させるのが狙いです。11月の忘年会に街の人は、いいと思います。年末にやるとやっぱ人が多くなっちゃうので、まあ、前倒してやるのはちょっと分散されていいのかなと。いや、いいんじゃないですかね、別に。うん、まあ一番12月にやるのが一番雰囲気がありますけどね。でもまあやっぱり感染が怖いんで。一方で島根県ならではの事情から前倒しの効果を疑問視する声もあります。島根の11月は全国の神々が出雲に集まる神在月。訪れる観光客も多く、実はもともと繁忙期なのだと飲食店の経営者は話します。コロナ禍の11月もうすごい観光客で、11月は逆に繁盛月で、そこに例えばその忘年会をあてがうとなれば、やはりバッティングもしますし、弊社としては別に11月に前倒しして忘年会が入ったところで、まあ、特に何かメリットがあるわけでもなく、飲食店を応援するつもりでおっしゃった発言かもしれませんが、うん、11月の島根県は大忙しになりそうですよね。神奈月ならぬ神在月と言われているんですけれども、まさにご当地ならではの事情ですよね。福岡でも今月は大相撲九州場所が3年ぶりに観客数の制限なしで開催されますし、プロ野球シーズンが終わったペーペードームなどでの大型イベントも増えるので、似たところもありますよね。はい、街にも人が戻ってきてはいるんですけれど、やはりこう忘年会するかしないかっていうのは、感染症に対して人それぞれ考え方もあって違っていると思いますので、もうしたいなと思ってもメンバーでしっかりと話し合うことが必要だと感じました。